はい、どうも、パルです。今回はですね、スクフェスの方でリリー・ホワイト限定勧誘が来ていたので弾いていきたいと思います。前回のね、あのね、ノンタン限定勧誘から結構間が空いちゃったんですけど、まあ、僕自身ね、スクフェスの方無課金でやらせていただいてるんで、やっぱりね、自分の推しであるね、ノンタンが出やすくなってるリリー・ホワイト限定勧誘とか、3年生限定勧誘ばっかりね、弾くことになっちゃうんですけど、まあ、その代わりね、結構石は、貯められるんで、はい、見てください。150個あります。はい。というわけでね、今回は、もうパーッと使っちゃいますよ。ここで33連したいと思います。では、早速ね、弾いていきたいと思います。いきます。いやー、久しぶりだ。スクフェスガチャ弾くの。お、マジで？一発目から。マジか。はい、来たー！リンちゃん！かわいい。本当に今のめっちゃかわいかった。で、それは、はい、海ちゃんですね。いや、いきなり出てきた。ユリアの、はい、ユリアのりんちゃん当たりました。めちゃめちゃかわいい。メイド服姿でね、にゃーって感じで走ってますね。頭の上に猫が乗って、いやー、本当にかわいいなー。はい、次は、はい、こっち、エステレアの海ちゃんですね。チャイナドレスですね。いやー、これもかわいい、ほんとに。最初の11連でもうなんか神引きすぎないですか、ほんとに。まあね、ここで全部使うって言ったんでね、もうさらに勧誘いたします。まあ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 、最初にもう揺れ当たってるんでね。おー、ノンタン来たー！もう、ノンタンは、かわいい。うん。はい、エステレアのノンタン当たりました。いやー、かわいいわ。これあれですね。ニコニーとかが UR になってる時のやつですかね。多分。はい。いや、本当に可愛い。どうしよう。この髪型好き。ノンタンの。ノンタンのこの髪型、本当に僕好きなんですよね。では、最後、行きたいと思います。おー、当たるね。今3枚ですかね。おー、じらすね。はい、海ちゃん。はい、りんちゃん。そして、のんたーん。最後、すっごい綺麗に当たりましたね。3人とも。はい。では、まず、のんたんから。忍者ですね。いや、かわいいわ。このポーズがいい。このポーズが本当にいい。はい、次、りんちゃん。りんちゃん、いいわ。水筒持って。かわいいわ。元気いただけますね、本当に。はい、最後、海ちゃん。もうそろそろマフラー熱いんじゃないかな。まあね、本当に可愛い。この服装いいですね。はい。いやー、本当に最初のね、11連でまさかね、ユーレアがね、こんなバシッと当たるなんて思いませんでしたよ。可愛いなー、本当に。いやー、マジエンジェーですね、本当に。うん、マジエンジェー。いやー、石パーッと使っちゃってよかったと思います。自分的にはかなり満足な結果でした。はい。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、さよなら。